江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はいどうもご視聴ありがとうございます。今回もですね、K国の小さなニュースの詰め合わせ、ミニニュースのコーナーやっていきたいと思います。まず最初なんですけど、今日はそんなに大きな話題じゃないんですけど、こちらね、ソウル地下鉄に続き、戦争記念館で、竹島が消えたということね。一体何だったのかというね、ことなんですけども、ちょっと見ていきたいと思います。こちら、最近ソウル市内地下鉄駅に設置された竹島の造形物の一部が撤去されたのに続き、戦争記念館にあった竹島の造形物がなくなった事実が遅れて知らされたということね。で、この竹島の造形物は6月初めに撤去されたと。この戦争記念館の造形物は6月初めに撤去されたらしい。で、竹島の縮小模型であるこの造形物は2012年頃記念館に寄贈され12年間展示してきた。あ、12年間も展示してきたの？日本の竹島を。ああ、そう。で、予告なく消えたのに対して記念館側は造形物が古くて収蔵庫に、しまったってことはね、入れておいたと、伝えたと。それとともに今後関連展示や常設展などきっかけがあれば活用する予定と明らかにしたと。ああ、親日売国と言われちゃうよ。竹島なんかだったらね。ただですね、今日はこれが他のね、本編でもこの話題出てきます。コメント欄でチラチラ出てきます。この記事自体はですね、コメントが62しかついてないんですけども、他の記事でもですね、コメントがいっぱいついてて、で、これもまたですね、K国民、なぜか日本の竹島飾ってないとね、腹立たしいらしいんですよね。それで、この話題が炎上してます。なんでかな、よくわかんないね。はい、じゃあ次行きましょう。次はですね、空の上でカップラーメン諦めないということで、熱い水を求める乗客ということで、K国さん、K国さんに限らずなんですけど、ラーメンをこう機内食として出した時に熱湯がもし万が一乱気流によって機体が上下した時に熱湯が飛び散る可能性があると。それで火傷する可能性があるので、カップラーメンとか、カップラーメンをそのままで提供する飛行機会社なんて私は知りませんけれども、あったんだろうな。これがですね、禁止の方向になってるわけですよ。でもこの写真があるからな、コリアンエアーはカップラーメンそのまま出すんだろうな。海外に行く飛行機の中で食事は旅行の楽しみの一つだと。せやな。特にカップラーメンは出国する人には最後の韓国料理を、帰国する人には郷愁を呼び起こすほどの、乗客最愛の食べ物だということで、機内食でカップラーメンポーンって出てくんだ。で、お湯注ぎに回るの。キャビンアテンダントが。だから最近乱気流などの安全上の理由で一般席でカップラーメン提供を禁止すると、機内で食べるためにカップラーメンを持ち込んでくる乗客がいたということで。21日業界によると、大韓航空は航空機の客室で個人が携帯したカップ麺で飲食目的でお湯を提供することはできないという方針を立てたということで、それはまあいいんですけど、そこまでして飛行機の中で辛ラーメン食べたいか？はい、ということでね、もう執着がすごいね。じゃあ次なんですけど、これちょっとね、いつもと違うサイトなんですけど、政府、日本のように助けてほしいんだと。で、バリューアップ成功した日本の公的年金、理由はということで、何を言ってるんだというと、日本の年金基金か、年金機構か、運用する人ね。で、これがGPIF っていうんですよね。日本の国民年金を運用する団体ですね。これは一時国会でも話題になったから、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかなと思うんですけども、で、これの運用に関する話題なんですけども、日本のこう国民年金の運用機関 GPIF は日本の株式の比重が 24.7% ありましたよということで、まあ、これがちょっとキーワードになってきますので、ちょっと見ていきたいと思います。これでね、実際の運用再投資を考慮した総収益指数ですよ。まあ、どれだけ投資して、どれだけもう儲かったかってことですよね。これで過去10年間の間に、日本の株価指数が 297%、2位は米国。で、台湾、ドイツ、中国、韓国の順だと。単純比較で見ても、韓国より日本が5倍の利回りが高かったということで。で、GPIF は全投資資産群のうち日本株の割合を2010年末に 11.5% から、2013年に 24.7% まで増やしたと。逆に日本債券の割合は 60% から 35% ほどに、まあ大幅に減らしたということね。まあね、まあ、ゼロ金利で債券持っててもしょうがないっていうのもあります。運用があんまり良く出ないっていうことがありますからね。これはまあまあまあせやなって思うんですけど。で、まあ、それを見た韓国さんがこう言ってるわけですよ。反面、韓国の国民年金公団は現在 15% の国内株式投資目標の割合を2029年に 13% まで下げることにしたと。要は、韓国の国民年金はこう株をこれから少し比重を下げていきたい。でもそれは分かるよね。言ってることは分かるよね。別に韓国に未来がないから韓国に投資しないってことでしょ。それは分かるよ。逆に、海外投資の割合は昨年 51.6% から 60% まで拡大するわけです。それも分かるよ。うん。それだって国内より海外の方がね、利回りとか魅力あるからね。うん。これで、GPIF と反対の流れに向かっているって言ってるんですよ。まあこれが言いたいんでしょ、この記者は。ね。これ最初なんだっけ。日本のようにだから。いや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 、これはね、いやいや、これはその国その国によって事情があるから、これは韓国の国民年金が正しいであって、別に日本のを真似して、自国内の株を買うことが正しいのかと言われると、いやいや、そうじゃないだろうというわけですよ。だからね、ちょっとこの記事もおかしいなと思ってね。はい。じゃあ最後。最後はね、写真です。はい。次はですね、楽東港の緑藻ですね。これくらいの状況なら緊急事態ではないかというですね、記事があったので、見ていきたいと思います。じゃあ行きますよ。いいですか？せーの、ポン。はい、ということで、ね、緑藻ラテって言われてますよね。まあ、これは毎年この時期になるとね、出てくる話題なんで、こちら。おーはい。で、こちら。ああ、いいね。うん。ああ、緑だね。はい、ということでね、まだありますんで、ちょっと見ていきましょう。こんな感じでね、自然と溶け合ってますね。うん。同じ色だ。はい、ということで、うわー、でもさ、これ写真で見るからいいけど、匂いがすごいよね、多分ね。これなんか見て。ほら。すごいね。まあ絵的には映えるかもしれないけど、すんげえ汚ねえってか臭い匂いすんだな。神秘的じゃん。観光地にすれば。ねえ、緑湖。緑湖。うわーうわー、すごいね。エメラルドグリーンじゃん、もう。ああ、いいね。いい写真だね。うん。はい。ということでね。それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは、また。